はい、こんにちは、チャチャチャです。今回はバージョン3で追加された真のストーリーを私なりに考察したので、皆さんと共有したいと思います。あくまで考察なので、公式設定を考慮に入れてはおりますが、公式設定ではありません。1ハンターの妄想にお付き合いいただければと思います。まずはモンスターハンターライズのストーリーの流れをざっくり共有します。50年ほど前からモンスターたちが群れをなし襲撃してくる現象、百竜夜行、これがちょこちょこ繰り返しありました。さらにその百竜夜行の時に突如出現したモンスター、オンコ竜マガイマガド、今作の看板モンスターなんですが、このオンコ竜マガイマガドによってカムラの里は壊滅寸前までに追い込まれたことがあったんですよね。なのでまたその悲劇を繰り返さないように、里全体で百竜夜行への備えを積み重ねてきているという状態でゲームがスタートします。今作珍しく里の人間がハンターに対してかなり協力的という理由が、過去百竜夜行で里の危機があったからなんですよね。さらにこれモンハンシリーズ初なんですけど、今作のハンター、他のところから流れてきたハンターではなく、カムラの里出身というのも里のみんなが協力的な理由の一つかもしれません。ちなみに過去のマガイマガドの襲撃を止めたのが加工屋のハモンさんです。ゲーム中でオンコ竜マガイマガドを討伐し、さらに百竜夜行の原因と考えられるイブシマキヒコとナルハタタ姫、この2体を撃退したんですが、まだ百竜夜行は収まらないというところまでがバージョン2までのストーリーです。そしてここからバージョン3で追加された真のストーリー、簡単に共有しますと、竜宮砦跡地にイブシマキヒコとナルハタタ姫の目撃情報があり、ハンターが竜宮砦跡地に向かうと、そこにイブシマキヒコがいました。イブシマキヒコの体力を削っていくと、弱ったイブシマキヒコは地下に落ちていきました。そこにナルハタタ姫もいたんですよね。そしてナルハタタ姫は弱ったイブシマキヒコを食べて強化個体と変化し、その強化個体を乱入してきたマガイマガドの助けも得つつ討伐したことで、百竜夜行は収束に向かい、カムラの里に平和が戻ったというのが大まかなストーリーです。ここで疑問点が3つ出てくると思います。なぜイブシマキヒコのみが地上にいて、ナルハタタ姫が地下にいたか、なぜナルハタタ姫はイブシマキヒコを食べたのか、マガイマガドが助けに来た理由、この3つが気になる点だと思うんですよね。一つずつ私の考察共有していきます。まずは1つ目、なぜイブシマキヒコのみが地上にいて、ナルハタタ姫は地下にいたか。これはナルハタタ姫の雷袋の上に卵のようなものがあったことと、五穀から2体がすでに開口を果たしてしまっている、日の絵と美の戸が獅子孫孫大地へあまねくと共鳴しているという情報を得られることから、ナルハタタ姫は産卵期に入っていたと推測されます。おそらくなんですけど、ナルハタタ姫は竜宮砦跡の地下で産卵するつもりで、イブシマキヒコはその上空を飛んで警戒していたと考えるのが自然かと思います。穴が開いてしまっていた竜宮砦跡の穴が塞がっていた理由は、産卵のためにナルハタタ姫とイブシマキヒコが塞いだか、ウツシが穴を調査した後危ないからという理由で里のみんなで塞いだかのどちらかだと思います。後者だったらまた塞がなきゃいけないんで、ちょっと大変ですよね。疑問点2つ目、なぜナルハタタ姫はイブシマキヒコを食べたのか。ゲーム中でナルハタタ姫は瀕死のイブシマキヒコを食べるか養分を吸うかして、雷と風の力を操る百竜の遠言ナルハタタ姫へと変貌しました。体表にイブシマキヒコの薄い青色も現れ、雷袋も大きくなってましたよね。これは推測の域を一切出ないんですけど、私が思うにナルハタタ姫、イブシマキヒコを軽い気持ちで食べた鬼嫁ではなく、追い詰められて追い詰められて仕方なく食べたんじゃないかなと思ってます。というのも、産卵という大事な時期にハンターという脅威が迫ってたんですよね。イブシマキヒコもナルハタタ姫も一度撃退されています。なんなら一度と言わず、マカレンキンの効率がいいからとナルガ武器で何十何百何千と高速周回されたりもしました。彼女たちからしたらハンターは本当に驚異的な存在なんですよね。絶対勝てないということが分かっているはずです。50年以上ぶりについに会えた末、
ようやく身ごもった念願の卵。この卵は絶対に守りたいですし、そもそも自身の命も危ないですよね。生物の本能的な意味で考えると、自分の遺伝子を残せさえすればいいので、卵の生き残りを優先し、ナルハタタ姫はイブシマキヒコを喰らい、イブシマキヒコも一切抵抗していないことから、それを受け入れたのではないかと思います。イブシマキヒコは自ら食べてもらうために最後の力を振り絞って地下にいるナルハタタ姫のところまで降りていったという可能性もあると思うんですよね。本能的な部分を取り除くと、もう一つ可能性がありまして、ヒノエとミノトが共鳴していたことを変える見るに、ナルハタタ姫とイブシマキヒコ、非常に知能の高い古竜ということと、いやー君は大地を喰らうような大きな雷だよ、いやいやあなたこそ雲を切り裂く烈風みたいね、とお互い相手をベタ褒めし合うぐらいめちゃめちゃ仲がいい夫婦なんですよね。羨まけしからんです。イブシマキヒコはハンターと戦闘を行いながら、ナルハタタ姫に俺を食べてお前と子供だけでも生きてくれと伝え、ナルハタタ姫はあなたを食べるなんて考えられないと拒否を繰り返した結果、地下に落ちてきた瀕死のイブシマキヒコをナルハタタ姫は怒りと悲しみと絶望と憎悪で打ち震えつつ、生まれてくる子供のために、そして何より夫のために苦しみながら食らったという可能性も全然あると思うんですよね。いやこれしんどいな、これしんどくないですか。これね、気づいた時に私ね、ちょっと泣いちゃいましたもん。もうナルハタタ姫狩れないですよね。いや正午のために狩りますけど、30匹だけにしようと思ってます。ハンターはね、相変わらず今作もやってることを極悪ですよね。いやぶれません。まあただの妄想ですけどね。そして3つ目、マガイマガドが助けに来た理由。これね、別に助けに来たわけじゃなくて、多分なんですけど、自分の狩り場をナルハタタ姫とイブシマキヒコに大きな顔されてて、もう常にイライラしてたと思うんですよね。だからちょっとハンターおるし攻撃したろうみたいな感じでやってきたんじゃないかなと思います。百竜の塩原ナルハタタ姫がいい餌だからという説もあるにはあるんですが、クシャルダオラとテオテスカトルが乱入してくることもあることから、とにかくこの夫婦は周りをイラつかせてた可能性が高いと私は考えています。真のストーリーに関しての考察は以上です。皆さんはどうお考えでしょうか。で、これはおまけなんですが、すべての高難度クエストをクリアすると出てくる決戦フィールド、極戦郷、過去に優れた文明があったというのを思わせるような廃墟のフィールドです。温泉っぽい場所もあることから、モンスターハンターポータブルサードのゆくも村の慣れの果てじゃないかって思う方も結構いらっしゃると思います。なんですけど、ディレクターの一ノ瀬さんが、カムラの里はモンスターハンターポータブルサードの近辺の地域だと感じられるようにしていると言及していることから、ここだけ聞くと信憑性が出てくるんですけど、ただゆくも村ってカムラの里と同時に存在しているはずなんですよね。というのも、ロンディーネさんが交易の場所に書いてあるイラスト、これらはロンディーネさんが実際に見てきた景色を描いているイラストなんです。なので、例えばなんですけど、ロンディーネさんが御年2000歳とかなら可能性はあると思うんですけど、まあ多分非常にお若くいらっしゃいますし、竜人族ではなく人間だと思うので、その線はだいぶ薄いんじゃないかなと思ってます。あと、これもずっと言ってたんですが、モンスターハンターライズのロゴの後ろのマーク、二対の竜に見えますよね。これがイブシマキヒコとナルハタタ姫ということが、今回の追加エンディングで改めて決定付けられたと思います。ロゴの真ん中の日の出は、暗く先が見えない百竜夜行という恐ろしい現象から、イブシマキヒコとナルハタタ姫を討伐し日の出を迎えるまでのストーリー、これがモンスターハンターライズということでしょうか。ということで、今回はバージョン3で追加された新ストーリー、私なりに考察してみました。よかったら皆さんの考察もコメントで教えていただけると嬉しいです。今回の動画良かったよって方は高評価ボタンのポチをお願いします。またどんどんモンハンライズの動画投稿していきますので、チャンネル登録もお願いします。またねー。